はじめまして、谷直美です。もう日活ロマンポルノ、俗に言う皆さんは SM の女王と言われますけれども、私は普通の女性です。九州の福岡、博多出身です。それで東京で仕事をしまして、私には先生がいません。私は自分の、鏡、常に鏡を見てお辞儀の仕方、髪の結い方、すべて鏡を見て勉強しました。それと私が SM をやったのは、作家の段鬼六先生が縄が似合う女性、それは髪が長くって色白で着物が似合って縄を縛ればクッと食い込む、そういうものがその段先生の本を書く上においてイメージに出てくるのがいつも谷直美だ。それで段鬼六イコール谷直美っていうことになりまして、 SM のスタートになったんです。ただ SM っていうと特殊な見方を今までもされてきましたけれども、決して女性をいじめたりすることじゃなくて、必ずそこに愛があります。愛の一つの形として SM があるということです。私は九州から東京に行きましてスカウトされました。でスカウトされてグラビア写真に1回だけ載ったことがあるんです。それでそのカメラマンなり雑誌社の方が私を守る会を作っていただいて、たくさんの何をさせたらいいか、いろんなオファーが来たんですけれども、そんな中で豊原美智子さんっていうとても才女の方がいらっしゃいまして、その方が私のことをすごく可愛がっていただきました。その豊原美智子さんっていうのは世界中を、どういうふうに説明していいかわからないですけども、ご自分の3本の指だけで回った方なんです。その方がその時の、マスコミでブームになってまして、でその方の生い立ちを映画化するので、私が主役をやってスペシャルっていう映画でデビューしました。ですから独立プロがスタートのピンク映画がスタートですけれども、その頃は縛りって言っても攻め、女系図とか攻めが多かったんですけれども、完全な男女の愛の形としてSM をやったのは日活が花と蛇がスタートです。まずスカウトされまして、独立プロのお話があった時に自分でお金を払って映画館に見に行きました。そしてストーリーもしっかりしてましたし、その頃5社っていうのがありまして、大手がそういうところでちょっとした役やるよりも裸にならなくてはいけないけれども、ストーリーもしっかりしてましたし、そこでトップになりたかった。豚、牛、尻尾より鶏のトサカ、トサカになりたかった。独立プロは日活と比べて予算も少ないし、人数も少人数で、カメラマン、照明、監督、あと役者、本当に家庭的な、本当にスケールが小さい中で、私たち主役をやってる役者もカメラマンの助手をやったり、照明さんの助手をやったり、何から何までできなくちゃいけないです。本当に短い日数で少ない予算で、だから逆に私はそういうものがあったからこそ今の私があると思っています。一本時間的に上映時間はほとんど一緒ですけれども、一本の作品撮るのに徹夜徹夜徹夜、ほとんど寝る暇がなかったです。それは外国の方で誤解されてると思うんですけれども、あくまでも娯楽作品ですから、最初19の時は娘役をやって、娘役から人妻役に変わっていって、それぞれの役を演じました。ただその政治的なものって言われると、小沼さんじゃなくて小森パクさんの作品で拷問刑罰し、女性を責める兵隊さんが出てきて、そういうものを誤解されてるんじゃないかと思います。
2人で逆さに吊るされる場面が、男性が脳震盪を起こして倒れてしまって、私風邪で40度から熱あったんですけれども、私が逆さに吊られて水につけられて、それをやり遂げた時に私のことを化け物だっていうことを言った監督が山本慎也監督。しなやかな獣たちでお話がありまして、私出たんですけれども、その前に白川和子さん、宮下純子さんが同じ独立プロから日活にわたってもう先にスタートされてました。で、私1年ぐらい本台本たくさん来ましたけれども、全部お断りをしました。だから1年お断りして日活がなぜ出ないんだ、ぜひ出てほしい。で、私は檀鬼六の花と蛇、私にしかできないもの、それを選んだんです。もちろん日活では SM 縛りがほとんど知らない人たちばっかりだったんです。だから私を縛る時は金箔師っていう専門の先生がいらっしゃって、いかに綺麗に緩まないように縛るの大変苦労されてまして、私もそれなりのアイデアを出して、お互いが協力し合ってその縛りの部分を作っていきました。で、その頃は大英もそういうお色気のものをやってました。でも最後に残ったのはやはり日活ロマンポルノだけです。